どうも菅原大地です横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております今日のお話はですねこのゴルフスイングによって、まあ、腰を痛めやすい方腰を痛めている方に向けたそんなお話をしていきたいと思いますゴルフのスイングはですね、まあ、他のスポーツの中でも結構特殊な動きだったり、まあ、ずっと同じところで同じ動きを繰り返しやるので確かにこう一歩間違えるとですね怪我に繋がりやすいこう動きだったりするんですが この腰を痛める一番の原因については、えー、今回ですねご紹介するお話にちょっとこう出てきますので、まあ、練習量多くてですね腰痛めてる方は確かに練習量多いと痛めやすいんですけどスイングの中でちょっとこう腰を痛めないように気をつけるということが効率を上げることにもつながっていきますので参考にしていただければと思います腰を痛めるのでですねもう一発で痛めるる可能性があるのは このよく腰を回すっていう表現をして自分で腰を回そうと思った時に一番やってはいけないのは上半身肩から回っていく動きです右に向きますそのからですねこの肩肩から回る上半身から回るで足は今止まってる状態ですよねもしくは足は横にスウェーしてる回転はしてないでも肩はこう回転するこういう状態この動きは肩から回って この体が整体ターゲットに正体してこれ以上を回っていくともうこの上半身にこの腰が引っ張られる下半身が引っ張られてもうここでものすごくこの背中をねじるっていう動きになっちゃいますこれ一番最悪だと思います腰を痛める動きとして下が回ってないのに上だけひねるギリギリセーフなのはこの正面に向き切るか切らないかくらいの。 このくらいのパターンはセーフなんですけどこれで間違ってですね腰を回さなきゃいけないんだってなって上から回ってこの上半身がそれ以上こう回ってきたらもう1回2回振ったらだいぶもう腰痛めるんじゃないかなと思うんで腰を回すってことのまず難しさとですねこの上から回すっていう間違ったパターンがあるということを腰を回すっていうのは足からなんですよね。肩は 後から引っ張られるまでかとはですね、こう最後の最後に動くところなので、やっぱりその足を動かさなきゃいけないということをずっと述べております。そして足は横に動かすのではないです。こう横に動くだけだとこれも回ってない状態なので、腰がやっぱりこう回転しない。右向いたんだけど左は向かない。この状態がやはり肩からの回転に結果的につながっていってしまいますので、右向いたら次に左にスイッチ。右に向いたら次に左にスイッチというふに常にこの肩に対して。 下半身の方が先に動くというのはやはりフットワークがですね重要になってきます、あとはこの足のねじれですね、足のねじれ。で、その足のねじれっていうのをです、ね、もう少し深掘りして解説していくと、右足に関しては分かりやすく動くと、こういうねじれですよね、つま先がターゲット方向に向く。これははただっっってててしまっているのは 体重が右に残った状態力が抜けた状態なのでこれだけだともちろんよくないんですけど足の力この上下動ですね、重心をうまく使って力をためてお尻からハムストリングの張りを利用するとこのずりっと言わなくなってきますお尻の張りハムストリングこの内ももの力を利用してつま先をターゲットねじれとしてはこうです。ねねじじる。る。足をねじる あの膝に負担がいってしまう方はですねこれはちょっとスウェーしてたりやっぱりこっち側に力があ来てこう逃げてしまってるんでこの足の裏からはむお尻そこに力をためられるとあまり膝には負担がきづらいと思いますので膝に負担がきている方はちょっとこうね力が逃げてしまったり横にこう逃げてしまっているのを無理やりねじろうとするとここにちょっと疲労が溜まってくるので膝痛くなる方はちょっとやり方少しずれてる可能性がありますのでお気をつけください。 左足に関してもバックスイングでは少し内側に入るような力です。バックスイング、でダウンスイングでは外側に向く、えー、この左足に関してはですね結果的にフィニッシュではその左足の中で外側にねじれようとする動きで結果的にこの足が動く、腰が動く、お腹が動くってそこにつながってきますのでやはりフィニッシュでは 左足のこののこ母指球は浮いてくるのが正解です、まあ、もちろん浮かないという方も、ね、中にはいるんですけどプログラマーの方でほとんど浮いていると思いますよっぽどこう左股関節が柔らかくてこう力が伝わっているんだけどめちゃくちゃもう股関節がやらかければこの左足が浮かないというのはあるかなと思うんですけどほとんどの選手は左足母子球のところはやっぱりこう浮いてきます。 これ足首が曲が曲ってているわけでではないので注意してください。これだけ真似しようとすると時々こうやって足首折っちゃう方いるんでこう,こうかなってこう,こうじゃないんで足がこうねじれるねじれるんでこの母子球がちょっと浮いてくるなので結果的にフィニッシュは外側左足外側のね小指の付け根くらいから左足かかとくらいにかけてます真ん中からだったりそういう感じですね。これがが前にこう体重が かかっちゃう方はこう前に倒れる方はこれ全く回転できてない方なのでご注意ください。打ち終わった後にこうやって前に行ってしまうことはこれ足がうまくねじれてなくてつま先の方に力がですねこれ逃げてしまってこれ体にロックが下半身にロックがかかっちゃうという状態です。これで開くとこう体は上にしか向けませんのでしっかりこう下を向いた回転をするためには左足は 足の動きでいうとこういうねじれなんですけどそのときにおへそとお腹がしっかりこう下を向いたままこういう動きです。だ実際にこの足がこのように動く選手というのも実際に多くてですねあんまりこう綺麗に立って麗にこに振らなきゃいけないんだというのは、まあ、もちろん理想ではあるんですけどそうではなくてやはりその足をうまく使うことで体の軽回転というのはうまくできたりするのでぜひそこはですねこう肩に。 えー、はまりすぎずに自分に合った立ち方をする自分が回りやすい立ち方をする回りやすいというのはその下からですね下半身を使いやすい下半身を使って足を使って回りやすい形をするその中で人によっては右足がこうスライドしてくるような打ち方もありますね日本の男子プロでいうと、まあ、池田勇太選手だとドライバーとかだと結構こうちょっとスライドしていくような感じになっていくと思うんですよねドライバーが。 イメージ的にはちょっとこうヒールアップが強くてこういうようなイメージですかねで最近あのコラボをさせていただいた中西直人プロはドライバーとかだと左足が少しこう引けてくるアイアンであんまり多く動いてる選手っていうのはそんなに多くいないと思うんですけどよりドライバーのような大きな負荷が足にかかってよりねじれを強く使う部分では足が動く選手は結構多くなります。 こんな感じで左足がぐっと後ろに引くような形ですよね、これは PGA ツアーの選手ではもう何人かいるパターンです、まず素振りで体重がです、ね、こう着地する場所、追いつく場所を変えなきゃいけないですし、ぜひ左足の母子球はしっかりめくれていい部分ですね、逆にこれめくれている方はうまく回転ができているんじゃないかなという、最近もう遠くに飛ばすデシャンボーなんかはもうこうですよね。 こうやって打ちますからそれくらいはやっぱりねじったものを左腰を早く開くことによってまあ転差をこうなればやっぱお腹左向きますからこう右向いて左向くみたいなめっちゃ辛いんですけどこれまあそれができると強いやっぱり引き込み溜めを作れてインパクトのやっぱりスピードパワーが上がってくるんじゃないかなと思います。足のパターンとしては 回りやすくするのは両方ともつま先をターゲット方向に少し向いて構えるのが体が左には一番向きやすいかなと右にも流れづらく体は左に回りやすいかなと思いますのでぜひ足の形がですねちょっとまっすぐになりすぎてたり無意識にただなんとなくこう自分の立ち方に慣れてしまっている方は意外とこう動きづらい形になっている方もいらっしゃいますので。 ぜひその足っていうのは本当にゴルフのスイングにおいてものすごく回転に関わる大きなこの要素になっているので自分に合った立ち方クローズで左足に体重かけてもいいしオープンで右足で回りやすくしてもいいですしとにかくこの左にうまく向けてこないとですねこの前後の動画で言っているやっぱり左肩がうまくこの解決できなくて解除できないんですよね上に行ってしまうんでここをうまく解決できていかないとなかなかいい。 手の通り道クラブの通り道になっていかないのでぜひその足の立ち方で左に腰がこう向きやすいような足の使い方、まあ、今日はちょっと腰を痛めないというためにですねぜひこう肩から回っている方は、まあ、こう右肩最後上がっちゃってこういう風なフィニッシュしてるとすぐにやっぱ腰に来てです、ね、腰を痛めやすいのでちょっと腰張るなという方はちょっとアドレスの仕方とちょっと回転上からにな,なっているかなというのでぜひ小さい練習から腰にあんまり張りが来ない。 あのスイングをちょっと見つけていただいてから多くフルショットを練習するといいのかなと思いますぜひあの健康でですね、長く健康な体で長く皆さんにゴルフを楽しんでいただきたいと思いますので体の負担が少ないようなスイングをただ体の力は伝わなきゃいけないです楽して打つんではなくてやっぱり入るべきところには入る入れるところには入れるで使うところはしっかり使っていくことで、まあ、効率のいいスイングになっていきますので。 ぜひちょっとこう体の回転、足の使い方というテーマでより効率の高いスイングを目指していただければと思います。ということで参考になれば高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました